スターの大崎から琴奈子です。はい、現役大学院生兼ホストをやらせていただいています。店の雰囲気も良くてまだ初めて2週間ですが楽しくやらせていただいています。やるからにはナンバーワン取りたいので頑張ります。頑張って、頑張れよ。はい、頑張ります。以上です。はい、今回スコレクションから参加するのはこの子です。どうぞ。はい、スコレクションの三志と言います。はい、もうヤンスターカップ新人戦出るということで、まあ全員ぶっ飛ばすんで頑張ってこい。ナンバーワン目指して頑張ります。はい、今回、ヤングスターカップセクシーから出場する2人、意気込みをどうぞ。やるからにはナンバーワン目指して結果残していきます。お願いします。もうた自分を信じて突き進むだけだと思います。一つでも上の順位を目指して頑張るので応援よろしくお願いします。頑張ります。セクシーでワンツートップ目指すぞ。今回 SD から登場するのはこの2人です。はい、最近乳首かきすぎて血出てるので手術ぜひ稼がせてください。お願いします。頼んだよ。新規が来たら逃がさない、そうエステに行くしの色恋ホスト頑張ります。ということでエステに見られ頑張ろうにゃん。今回のヤンスターカップシャイニーガルの出場者はこちらです。出場する銀です。今まで、まあ、これまで人生喧嘩負けたことないんでヤンスタも絶対に負けません。お願いします。よっしゃー、こちら頑張るみたいなんで、皆さんお願いします。はい、今回クラブシンフォニアからこの6人が出場となっているので意気込みの方をお願いします。はい、新人戦優勝しかやってないんで頑張ります。上位目指して頑張りたいと思います。お、楽しく飲みましょう。イエイ、頑張って優勝を目指したいと思います。いいね。やっぱ狙うならナンバーワンしかないでしょう。ホストっぽくないホストとして上位目指して頑張ります。はい、じゃあ今回ヤンスタ優勝者はクラブシンフォニアから6人出るということで、優勝者6人目指していきましょう。イエイ、イエイ。はい、S グラウンドからはこの2名が出場します。正直ナンバーワンしか狙ってないんで俺に負けないようにみんな頑張れや。俺がナンバーワンになるのはもう決定事項、せいぜい頑張れ。はい、ということで S グラウンドからは2人優勝者が出るみたいなんで、応援の方よろしくお願いします。イエーイ。はい、クラブシャンティ新人戦に出るのはこの2人です。俺は絶対ナンバーワンだからみんな来てくれや。応援の方よろしくお願いします。の2人がね1位取るということなんで、シャンティ2人とも1位目指して頑張っていくぞ。イエイ。ヤングスターダムカップクラブシュガーからの出場は彼らだ。全員抱いてやる。しっかり結果残します。色恋鬼枕最高。1位取ります。コツコツ頑張ります。うーん、エッチじゃん。シュガーで上位独占するぞ。おー。はい、じゃあスワローからこの3人が出場してくれます。表示されてるビジョンは見えてるんで有言実行できるナンバーワン目指し頑張ります。スワローの看板背負って生を取ります。いけると思って来てるんで当たり前に結果出します。以上です。はい、ということで3人がね、意気込み言ってくれたんでもし気になる子がいれば、応援してあげてください。イエイ、イエーイ。はい、クラブスワレヤンスターカップ出場する子はこの子です。全員まとめてかかってこい。ブツブツとクラブスイートからヤングスターダムカップ、この4名が、選出されます。それではなんか一言どうぞ。全員ぶっ倒して上位入ります。絶対ナンバー入ります。全力でやります。
俺以外勝たん。クラブ水筒4人がね、ナンバー上位に入れるように、ナンバーワン取ってくださいよ。はいはいはい。はい、ということでクラブ水筒からは、4人でした。頑張るぞ。